今日はペーパーチキンをご紹介します。タレに漬け込んだ鶏肉をシリコン加工の紙で包み、少なめの油で揚げたシンガポールの料理です。まずですね、生姜を細めのですね、千切りに切っていきます。で次にネギを切ります。今日はですね、青い部分は使いませんので、こちらの方を切り落としておきます。お肉と一緒に漬け込むんですが、後でですね、紙にも一緒に包んで具材になりますので、少しですね斜めに倒していただいて、これぐらいの幅に薄切りにしていきます。では鶏肉をつけるタレを作っていきます。まずごま油です。お塩です。お砂糖です。お醤油です。お酒です。生姜汁です。オイスターソースです。ウーシャンフェンです。ウーシャンフェンとはですね、中国を代表するミックススパイスです。クローブ、シナモン、ホワジャオ、この3つとですね、フェンネル、スターアニス、チンピの中から2つを混ぜ合わせてあります。はい、では鶏肉を切っていきます。食べやすいように棒状にちょっと切っていくんですけども、だいたい1センチぐらいを目処にですね、切っていきます。では鶏肉がこのように切れましたので、タレと少し混ぜ合わせておきます。でこちらにですね、先ほど切りました生姜とネギですね、もう一度よく混ぜて、こちらの鶏の方にですね、味を染み込ませたいですので、最低 2,3 時間、できたら半日ですね、漬けていただくといいと思います。では漬け込んだ鶏を包んでいきます。包んでいく紙なんですけども、シリコン加工がしてあるですね、耐油性の紙ですね、いわゆる市販のクッキングシートになります。だいたい目安としてですね、縦が15センチぐらい、横が30センチぐらいの大きさに切ってあります。包み方なんですけども、あんまりですね、たくさん包んでしまうと包みにくいですし、火の通りも悪いですから、鶏をだいたい2切れ置きます。ネギとか生姜も一緒にこのように乗せて包んでいきます。包み方なんですけれども、まずですね、半分に折っていただいて、この上の部分を合わせていきます。細めになるんですけども、一回このように折り込んでいただきます。でもう一度同じ幅でですね、このように折っていきます。3回折っております。今度こちらをですね、斜めにこのようにバッテンに折っていきます。キャンディーのようにちょっと押さえながら、くるくるっと細くですね、ひねって留めておきます。はい、このようにして包んでいきます。はい、ではですね、揚げていきます。包んだこの折り目を上にしてですね、油の中に入れていきます。はい、重ならない程度にですね、このように入れていきます。だいたい5、6分ですね、揚げていきます。風船のようにこうプッとこうね、膨れてくるのが特徴です。この膨れた感じがですね、中が蒸し焼きの状態になってですね、お肉を柔らかく調理することができます。ひっくり返すとですね、油が跳ねて危ないことがありますので、このまま揚げていきます。揚げ上がりの目安としてですね、このようにこうポクッと空気が入って風船のように膨らんで、底の部分が少しこのようにきつね色に焦げた状態ですね、こちらもですね、揚げ上がりの目安となっています。ペーパーチキンの完成です。
ご飯の上で熱々の包み紙を開いていただくと、肉汁を逃がさずに召し上がっていただけます。ぜひお試しください。